は東大工学部の3年生で、聞くところによると共通テストを変えた男だって聞いたんですけど、民間の試験を活用するよみたいな、外部試験活用みたいな。え、何点？覚えてる？どんだけ取ったみたいな。リーディングは満点。お前が共通テストで点取れないから文句言ってんだろう。ああ、なるほど。この勉強法が一番役立ったみたいな。そうだ、始まりました。マテスチャンネル。さあですね、もう、はい。ちょっと、こんなに前に人がいる状況でやることがあんまりないんで、しかも、聞いてりゃいいのに、誰も聞いてない状況でやるっていうね、むちゃくちゃ、はい、もう無理やり挟み込みまして、動画撮影をですね、やってるんですけども、はい、どなたでございますか？僕は東大工学部の3年生で、教育系のホスっていう NPO 法人をやっています、長谷川優人と言います。よろしくお願いします。はい、東京大学工学部。工学部の電子情報工学科って、はい。おー、すごい。これ、果たしてね、声がちゃんと入ってるのか全くわかんないですけど、はい、周りの音にかき消されないように頑張ってください。頑張って話します。はい、東大生ということで、なんと聞くところによると共通テストを変えた男だって聞いたんですけど、ちょっとその辺の話してもらっていいですか？そうですね、僕が高2の頃なので2019年ぐらいなんですけど、あの僕の代から共通テスト、センター試験から共通テストに変わるっていう代だったんですよ、はい、でなんかいろいろ当時覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、あの国語とか数学に記述試験が導入されるような、はいはいはい、あと英語も試験だけじゃなくて民間の試験を活用するよみたいな、外部試験活用みたいなところがあったんですけれど、出ました。で結構問題があったんですよ、はい、話すと多分これだけで1時間ぐらい話せちゃうので、はい、問題点はなんかぜひニュース記事とか過去のニュース記事とか見てほしいんですけど、す、ね、動画にも出てますか。でそれでこれはやばくないかって言って、当時学校の友達とかと、まだ高校生だったんですけど、はい、ネット上で署名活動を始めて、はい、で結構すぐ2週間か3週間ぐらいで4万筆ぐらいの4万、署名が集まったんですよ。でそれでそれを持って文部科学省に行って出してきて、はいはい、でまあ、本当にいろんな方、国会議員の方とかいろんな方が活動していたおかげで、はい、その大体、まあ、2週間後ぐらいになんかいきなりやっぱやめますって。へー、すごい。じゃあ本当に影響力あったわけですね。そこで出したわけじゃないですか。あ、そうですね。あの参議院会館とか行ってなかったんですか？参議院会館とか、あの国会の勉強会とか、はい、国会に実際出てなんか委員会の話を聞いたりとかはしていました。そうだったんですね。で実際それでね、白紙になったわけじゃないですか。記述式なくなって、で外部試験導入もなくなって、すごい立役者かな。まあでも他の本当に議員の方とかいろんなあの失言とかのおかげで、失言のおかげというか、まあいろいろ竹発言のおかげで、あの頑張っていただいた方がいるので、はい、本当にそのおかげですね。そこで共通テスト実際受けてどうだったんですか？そうですね、まあ、共通テスト受けて僕1年目だったので、はい、まあ、思ってたよりはセンター試験と変わらなかったなっていうのが1年目の感想です。英語はどうですか？英語は、まあ、英語は、まあ、結構長文だらけになって、はいはい、僕は結構その長文とかの方が得意だったので、なるほど、むしろあっちの方が点数的には高くなったみたいな感じです。そういうこと。え、何点？覚えてます？どんだけ取ったみたいな。リーディングは満点でした。おー、さすが。はい、そしてリスニングはめっちゃミスって、何点だったか、88とか。それでも88。あの年から東大ね、リスニング入れたんで。そうですね、センター試験の場合はリスニング入ってなかったですからね。はい、そこからやって、じゃあ合計覚えてます？だってほらもう、だって東大といえばさ、合計何点だったっていうさ話をするとこじゃないですか。東大の点数ですか？あ、両方覚えてる。共通テストは843点、はい、そうそうそう、大体ね800何点だったっていう会話をよくねキャンパス内で聞いてましたから。おお、俺足らねえよと思いながらインカラ入ってるから足らないよ、そもそも項目数がと思ってました。おお、さすがやっぱり。で東大二次試験が、それで理2です。出したわけですね。はい、で二次試験が、二次試験が440点中確か173とか、おお、ほう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 、そのぐらいだった気がします。それで合格して、合格しました。受かった時は、受かった時はなんかめちゃくちゃホッとしました。あ、ホッとした。プレッシャーがあって、いやなんか受かんなきゃなと思って、なんか落ちたくないっていうのがすごくあったので。なるほど。まあまあ共通テストのね、こんな署名活動してて落ちてたらすごい恥ずかしい。いやでもそうなんですよ、これ結構活動中にも言われて、ああお前が勉強できないから、お前が共通テストで点取れないから文句言ってんだろうって。ああ、なるほど、はい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 、そういうなんか誹謗中傷をめちゃくちゃ受けてたんですよ。へえー、
なので、まあ、なんかちょっと見返してやりたいなとは思いました。なるほど。で東大特集ね出てたりしたそうですので、はい、森哲先生の授業を高2の時に受講してました、はい、ありがとうございます。東進出ました。助講という言葉、東進語そうですね、それでやってて、で、あ、でも高校とか言ってますか。高校言ってないです。あ、言ってない、これ隠す。高校は言ってもいいですか。どう高校は芝高校で、東京の高校。あ、いいところですよ、芝高校。はい、特進にだってね、います、ね、芝もね。あ、そこから、勉強としてはどうやってやってたんですか、合格までは。そうですね、あの僕の場合は高校2年生の2月後半にコロナが来て、はいはい、3月から高校何が3分あ、そうなの。そうなんか、はい、まあ、高2の3月から、はい、高3の6月中旬ぐらいまでずっと休校期間だったんですよ。はいはいはい、なので、まあ、個人的にはそこで結構勉強したのが生きたかな。なるほど。ほうほうほう、そういう感じで行ったわけです。塾予備校は東進だけ。いや、東進以外も行ってました、ね。あ、どこ行っていいですか。はい、数学と科学で SEG っていう、はい、はいはい、もちろん有名ですね、はい、っていう感じです。それだけで、まあ、理系としてもうそこがうまくいった感じ。そうですね、理系科目で数学とか、まあ、科学とかちゃんと取りたかったので、うん、その辺でわりかし取れたかなって。なるほど、はい、そういう感じでやったわけですね、はい、さすが。実際本番2次受けてみて簡単でした。簡単ではないですけど、はい、まあ、でも自分の力は出せたかなと思います、ね、うん、結構出せた。そう、これはっていう感じで受かれたわけです。何が一番役立ちました、この勉強法が一番役立ったみたいな。頑張る時間がない一番プロモーションの時間がなくなっちゃうよ。そうですね、でもやっぱ基礎をちゃんとやったっていうのが役立ちました。どの科目もそうなんですけど、特に理数系はやっぱ数学とかちゃんと基礎のところが理解できてるかっていうのがめちゃくちゃ大事かなって個人的に思ってるので、そこをちゃんとやってたのが、まあ、最後の最後に、まあ、東大に向けてちょっと対策すれば基礎力があればある程度の点は取れると思う。基礎が大事だった。それ学校の基礎が大事だった。そうですね、まあ、学校とか、まあ、教科書とかで書いてる基礎問題とかあると思うんですけど、その辺がなんかちゃんと明確に理由を持って答えられるかとかってすごい大事だと思います。なるほどね。じゃあ、はい、プロモーションしてください。時間がないんで、はい、はい、僕たち NPO 法人、教育系の NPO 法人なんですけれど、ホスでは中高生向けに様々な活動をしています。で、一つが中高生向けの公式 LINE アカウントがあります。で、こちら登録していただくとですね、まあ、東大生とか慶応生とか早稲田生とか他にもいろんな大学生がいるんですけれど、その学生たちにいろんな質問ができます。で、他にもその質問だけじゃなくていろんなイベント、オンラインオフライン問わずいろんなイベントをしています。で、特に地方の高校生なんかに使っていただいているケースが多いんですけれど、完全に NPO 法人で無料なのでぜひ登録していただければなと思います。はい、で、あともう一つ、はい、学校の先生がもし見ていればですね、地方の学校さんと連携して例えば東大のツアーとか、まあ、逆に僕らが学校さんに行ってなんかいろいろ企画をするようなことをしているので、ぜひ一度お声掛けいただければなと思います。はい、ぜひやってください。はい、さあ、締めないといけないですから。私だったらそのサインとあれでもめっちゃ時間かかっちゃったしさ、そしたらもう相談に行っちゃってたしということでした。はい、ありがとうございました。